いつもありがとうございます。ニニニットです。今日もこちらシルバーリード SK830 3.6mm ピッチ、 3.6mm ピッチの細い編み木で、裏目がところどころに一目入るレースを手で作ってます。で、こちらやっぱりせっかくの細編み機ですし、レースキャリッジが欲しかったんですけれども、シルバーリードの場合、レースキャリッジは本体との調整が必要だそうです。単体で、微調整が必要ということで、それでもう少ししたらこの子は、送っていただいたシルバーリードサービスさんのところに、用意してくださってるレースキャリッジとの調整のために旅に出ることになってます。で、今やってるレースはですね、もう簡単なレースで、棒針でもかつて何度かやったことがあるんですが、まあ、これがこれですね。これがレースの1パターン、1パターンで、その間に、で、このパターンがこう続くわけですよね。で、その間が裏目が来てるっていうことで、で、今度次、これ6段編んでますけど、6段したら今度逆転します。センターが逆転してこういうふうになって、当然表目だったところが裏目に変わっていくという、こういう簡単なのを今やってます。で、ちょこちょこ毎日少しずつ触ってるんですけどね、もう見てください、これ。12の写しですけど、ここ割れてしまいました。そんなに無理のかかることしてないんですけどね、ちょっとね、本当にね、ちょっと弱いかな、メイドインチャイナかなっていう感じです。もう早速に eBay でセットがあったので、念のために注文しておきました。この辺りはとてもお安いです。で、これ1パターン、これ下げたらわかるんですけど、あーとうとうとう下げすぎちゃったバカですね。下げたらわかるんですが、もう1パターンできてるところですね。ちょっと拡大しましょうか。このリブキで裏目、まあこっちから手前になってます、表目になってますけど、裏目を作ってきた目を下げすぎちゃって 落としてしまったという。はい、できました。はい、こういう形で1回終わったところですね。これで裏目が切り替わります。やっていきます。21、これでやるよりも、そうですね、専用のツールで、これついてないこと多いですね。私はなんかやたらとこういうのを他の用途で使っておられる先生がおられたんで、 eBay で見つけてはやたらとなんかこういうのを買っといたんで、買い集めてた時があるんで、そう、細いのかな太いのまでいろいろ今のところ足りてるんですけどね。きました。そしたら今度はこっちの5本の編み機にある5本のうちの真ん中を今度は移していきます。
真ん中ですね。5本のうちの真ん中を1、2、3、4、5、この間隔がこれあの、P でこうくし歯が並んでる状態ですね。針が並んでる状態にしてあります。端で端に表目が2目残ります。はい、これで下準備ができました。ではレースを作っていきます。この裏目だったのこちらにベッドの、メインベッドの方に移したここの両隣が掛け目になるんですが、掛け目の目が表に立つこういう形です。左上2目一度、左上2目一度の掛け目で、こっちは逆に右上2目、掛け目の右上2目一度、こんな感じですね。掛け目の目が向こう側に立つ。しました。焦らずに焦らずに。何目ほどけたかなあ、暗いですかね。暗い？1、あ、2目だけだ。よかった。これはね、あの、とっても間隔狭くて、ゆっくり丁寧にやらないとミスが出るので、すごい今の私の、リハビリのペースにちょうど良さそうですまあこれ本来はね、電子編み機で電子編み機なんですけどね。はい、これで間違ってないかな。あ、ここ緩んじゃいました。目落ちちゃったかな。ま、何模様ぐらいできたかちょっと見てみたいと思います。こ
後ろにかかってたところもあったかな。せめてちょっとでも模様がね分かってくれると、こういう分かりますかね、こう丸っこくね、こう交互にこういうふうにレースから始まるこういう模様が、でこう区切りにこう裏目が入ることでこうできるという、こういう模様ですね。そもそもですね、この糸見てください、これこれはこの2本が引き合わされてるんですけど、こうこの濃い糸、この濃い色の細い糸ですね、これシルクです。シルク 100% だそうです。でこっちはシルクが腰が出ないんでね、こういう細いのを組み合わせてっていうことで、編み物の先生からかなりのお値段でお買いになったそうなんですけど、まあこういうのもね、この子でこの 3.6 ミリでやってたんですけどね、とにかく綺麗ですよね、糸がね。だからちょっといろいろいい模様を、失敗しないでできるいい模様をどこかワンポイントに入れてと思ってるわけです。わー、いい糸はいいですね。すごい大事に編まないと、裏目とセンターが入れ替わりながらできていくレース模様をやってみました。ありがとうございました。